はい、えー、皆さんこんばんは NHK から国民を守る党参議院議員の濱田聡です先日ですねラブホテルを経営されている方から相談がありました、えー、新型コロナウイルス感染症でですねさまざまな業界に補助金であったり減税措置というのがありますしかしですね、えー、ラブホテルというのはですね一般のホテルとまあ違うということでまあそれはねいろいろな違いがあるということなんですけど 何かといろいろと理由をつけられて新型コロナウイルス感染症に関連するです、ね、減税措置であったり、えー、補助金がです、ね、対象外となっているわけなんですね。でえー、ラブホテル経営者の方からするとです、ね、我々 法律をしっかり守ってやってるのになんでそんなホテルと違いがあるんだというですね、えー、訴えをいただいております。なんとかならないかということでね、相談をいただいたわけであります。えー、実際にはですね、えー、直接いただ、私に直接いただいたわけではなくてですね、えー、NHK から国民を守ると、尼崎市議会議員の竹原昌司さんからですね、えー そそういううい訴えが、まあ、言ったででですすね、えー、竹原議員経由で、えー、こちらに、ねえー、来ておりますというわけでですね、えー、それについてですね、えー、ちょっと動いてみましたので、その報告をさせていただきます。えー、ちょっとですね画面の方を切り替えますね。はいえー、とですね結局、ラブホテル、いわゆるラブホテルがですね、この新型コロナウイルス感染症でですね、えーまあ、減税措置であったり、 補助金など対象外となったものについてはですね、どういうものが対象外になったのかということについて、まず調べる必要があるわけなので、調査室の方にお願いをしました。調査室の方、どうもありがとうございました。そうするとですね、 今回対象となっているもの、つまりですね、ラブホテルが対象,あ対象と外されているもの、一般のホテルは対象なんだけど、ラブホテルは外されているものについてはですね、総務省と経済産業省と国土交通省が所管となるものがですね、それぞれ該当することが分かりました。 えー、まあ理由に関してはですね、ちょっとまあいろいろあるんでしょうけど、結局、とにかくラブホテル業界はな、なんつかね、あのちょっと、ホテル業界に比べてですね、優遇がちょっとやっぱり、 優遇されていないというかね。まあ、そういうなんつうのか冷遇されているって言うのかなまあ、そんなところになります、えー、一つずつね。ちょっと見ていこうと思います。まず、総務省の所管なんですけれど、これ減税措置ですね、えー、中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置ですね。これ、総務省所管なんですね。はい、えー、これもですね。ちょっと総務省の方にはですね。えー これラブホテルの方も対象となるようにお願いの方をしておきました。ちょっと実現するかどうかわからないんですが、まあ、とりあえず、ね、何も言わないよりはあということでございます。で、次、えー、経済産業省の所管ですね、これ3つありますね、えー、持続化給付金と家賃支援給付金、あとセーフティーネット保証ですね、まあ、これ、えー、ですね、えー、ラブホテル業界がまあ対象外となって おります、はいまあ、これもですねあの経済産業省の方に、えー、ですねまあ、国会連絡し通じてですね、えー、これもラブホテル業界もまあ対象にするようにという陳情の方をお伝えをしておきました、えー、次に、ね、国土交通省ですね、えー これはですね、GoTo ト,トラベル事業、まあ皆さんご存知だと思います。あと、訪日外国人旅行者受け入れ環境整備緊急対策事業。あと、宿泊施設アドバイザー派遣事業。これ、いずれもですねあの、ラブホテル業界が対象外となっているということで、まあ、これもですね、国土交通省の方に対象とできないかという、まあ、あのラブホテル経営者の方からですね、 おおお願いいいがされててるととうこををですねお伝えの方をししきました一応ですねこれ参考までにお伝えしておきたいんですけれどそれは何かというとですね下の書いてありますね厚生労働省所管の雇用調整助成金あとですね小学校 休業等対応助成金についてはですね当初ラブホテルは対象外だったんですが現在は支給対象とされているということでですね、えー、当初はね対象外だったんだけどその後になって対象とされているものが、まあ、あるということはですね皆さん知っておいた方がいいんじゃないかなとまあ皆さんは知らなくてもいいんですけどまああのね、えー 一応、そういう事業があるっていうこと,ことをですね、あの他の省庁の方、まあ、特に今回、ですね、えー、総務省、経済産業省、国土交通省の方はですね、えー、ご存じいただきたいということでございます。まあ、と,ということでですね、まあ、今回ですね、えーまあ、NHK から国民を守る党が、まあ まあ、NHK 問題とは基本的には関係ないわけでありますが、まあ、一国政政党として、えー、業界の方からです、ねまあ、陳情いただいたので、まあ、その声を政府の方に、まあ、伝えるという仕事をさせてもらいました。まあ、こういう感じで、各です、ね、地方議員の方、n 国党の地方議員の方がですね、こういうふうに国政に持ってくることっていうのがまあ多々あるんですね、まあ、こんな感じで、えーまあ、持ってこられることは全然ね、えーまあ、歓迎しますので、それをなんとかですね、まあ、国の方に伝えると、まあ、今回だとね、まずとりあえず調査室の方に調査をしてもらって、それの回答を踏まえて、えー今,回ねえー、今回だと総務省、 国土交通省、経済産業省ということが、まあ、分かったので、それぞれ対象の省庁に、えーまあ、陳情内容をお伝えする、まあ、今回は、ね、伝えるだけだったので、その先、実行できるかどうかというのは正直分からないんですけど、うんまあ、少なくともそ,それぐらいは、ね、やって、えー、我々できますので。まあ 基本的にはね、あの、まあ、こんな感じでやっていこうかと思います。NHK から国民を守ると、まあ、あの、このですね、あの、議員会館もですね、最近、公設秘書が少し入れ替わりました。はい。えー、まあ、今公表している段階ではですね、末永ゆかりさんですね、去年の参議院選挙では愛知の選挙区で出られた方がですね、 公設秘書ににななっていただけることりまあ秘書体制もですね少しずつパワーアップしていけますので、まあ、そんな感じであとは地方議員の方にも協力いただいて、えーまあ、皆さんからのね NHK 問題以外の相談にも乗っていけるんじゃないかなと思います。まあ、今回はですねこういう形で、えー、皆さんの相談に、えー、少し微力を かもしれませんけどとりあえずねあの一応おまあ、形としてお手伝いさせていただいたその証拠みたいな動画になりますまあ、まだまだですね正直他の巨大政党に比べると力はねそんなところそこまでまないんですけれどまあ、ただこういうことをね地道にやっていくと少しずつね、えー、地道に、えー、なんつのかなま支、あ、持の方もいただけるんじゃないかと思っております ま,あまたそんな感じで少しずつ頑張っていきます。はい、今回ね、相談いただいた方、どうもありがとうございました。そして竹原議員もありがとうございました。はい、またちょっとね、あのこの先どうなるかわかりませんが、報告できることがあったら、あるいはさらに相談したいということがあればですね、お伝えいただければと思います。はいまあ、ちょっと直接、何つうのかな、まあ、直接 いただくのであれば、基本的にはメールの方がありがたいかなという気はしますが、はい。まあ、そんなところでございます。というわけで、えー、今回の動画はあ、ラブホテル経営者の方からご相談いただいたことについてですね、えー、それについては、あ声の方をですね、えー、国の方に届けておきましたという報告でございました。最後までご視聴ありがとうございました。えー、参議院議員会館より NHK をぶっ壊す。